命に感謝していただきます。今ね、寝起きなんですよ。めっちゃ寝起きで、めっちゃ眠い。でね、めっちゃお腹減ってんすよ、今実は。帰ってきて、家に帰ってきて、超眠たくなって、で、うわ、眠いと思って、なんか、あ、なんか疲れたな、今年も終わりか、なんで、ぼーっと考えたら、ぐるっと疲れが襲って、恐れ、疲れじゃないけど、なんか眠気が襲ってきて、初の水です。うちの水うまいわ。ゲッ。それでそれで、げっ、それで、眠い。そしてさ、パッて起きて、腹減ったなと思いながら、何度もこう目を覚ましたらさ、眠いと思って、めっちゃ眠いんですけど、めっちゃお腹が減ってて、めっちゃ眠たいのに買ってたんですね。で、もう腹減った。でも、かーって寝て、で、ふっと目を覚ましたら、ビビがとこ隣にいたんですよ。で、あ、ビビ、ゲッ！それで、なんかやったら、俺のことをずーっと見てるんです。あ、こいつ腹減ってる。腹減ってるやつのあの見てんだと思って、で本当は今日はチャターハーバーだったんですけど、それが急遽なくなりまして、それでですね、まあ、こいつら腹減らしちゃあかんなと思って、気合でガッと起きて、すごい染み込み方ですね、これ。ちょっと待って。でかい作ってみようか。大根って体にいいのかな。おい、それと改めまして命に感謝していただきます。おしごめんなさい、ごま、なんか最近ごまを大量に食い出したせいかな、張りが良くなってきたな、顔のね。勘違いですかね。
もう一回水いきますね。なんか魚の匂いするの気のせいかな。うん、でかいです。これでかい大根。うん。うまい。っていうか大根しか入ってないんだ。あ、揚げさんも入ってました。ムズムズする。そうだ、最近ね、顔にベビーオイル塗ってるんですよ。保湿。それのせいかな。この味噌がうまいからさ、純連の味噌はね、具をどん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 食って味噌ばっかり余ってる。これはここに今度、里芋、山芋、里芋をぶち込もうと思ってます。Thank you.
最近ね腰の調子が良くなったんです。悪くはないけど良くもないっていう。でもなんかいい感じがする。考えられるのはやっぱりコルセット、それしか考えられない。だって活動量増えてんすよ。でもなんでこんな水飲んでんのかな。これ3杯目っすよ。今日なんでこんな水飲んでんのかなと思いながら今食ってたんすよね。なんでだろう。普段こんなここまでグイグイいかないんすよね。
腹が。でも最近ね、お腹をグッと引き締めてんすよ。あの引き締め、そんなコルセットでお腹も引き締め、腰もグッと引き締め、それのせいしか考えられない。腰の調子がいい。まあでも寝起きは一番ちょっとね、これ賞金いつ？賞金1月10。やばいね、苦しい。今日も帰ってきて、あ、カチカチだ。ちょっと冷凍庫に入れちゃった。あ、そうだ、これに、このスープですね、この山芋さんを、あ、里芋さんを、で、ぶち込んで、このね、ちょっとでかい、これ4等ほら4等分にしてつけておきましょうって。あまりあれですね、ずっとこう火を何度も何度も入れたりあれにするとさ、鍋のこの周りの汚れがなんか取れなくなるってことないよな。なんかこう味噌ほら含んでるから、なんかこう上の方がこう茶色くなってるんですけど、本当にいいのかな。ですね、どうしよう。なんか食いたいですよね。なんか違うものを、違うものを食べたいな。どうしよう。予定はあるんですけど、予定はあるけど、その前にどうしようかな。あんま時間がないからね、その間にどこで地球の掃除をぶち込もうかですね。前半か、朝6時とか。まあおかげさんで天候は良くなってきたけど、暑いんですよね。なんかこれ人が言ってたけど、異常気象で、そのやっぱり住んでる人たちにこう、あの海辺を歩いてるおじいちゃんとかに聞いたり、おばさんとかに聞いたり、あと離島の知り合いに聞いたりとか、いろんな意見をこう聞いていくんですね。そしたら12月ってあったかいよ、沖縄だいたいあったかかったり寒かったりのそういう感じとか言う人もいれば、異常気象だと、12月は T シャツだったとか言う人も、ほら
人それぞれやっぱ感じ方が違うから、これはどうなんだろうって思うんですね。まあ、何がどこを基準でこう考えればいいのかなとか、いろいろ考えたりとかして、その俺が見てるニュースっていうのは、まあ、テレビじゃないからネットのニュースしても、まあネットのニュースしても、そのどこの NCC なんか忘れて、なんかそこのネットのニュースはそれしか見てないんで、そこで今年は暑いって言わない限り、そう思わないですね。だからどうなのかなと思って、まあいっか、その時の気温を、その時の気温で生活してたら、だから今の気温ははっきり言って暑いですね、沖縄。まあ変動はするけど、今日なんかも30度近かったし、日中ね、だいたい30度から25度ぐらいをこう行ったり来たりしてたね。で、一番日差しがきつい時はやっぱ30度近くあった。すっげえ暑かったです。まあ、あくまで沖縄っつっても、俺が移動してたうるま市の日差しが強い場所ですね。暑かったね。で、こんな暑いと思ってなかったから、日焼け止めつけてなかったんですよね。なんかちょっとどっかで、まあ12月だしな、もうすぐ1月だしなっていう気がどっかにあるんですよね。こんなまさか暑いと思ってなくて。でも日陰に行くと涼しいんですよね。今の気温教えましょうか。何度なのかね。それで多分あったかいっていうのが分かると思います。今あったかいわ。外がね、23.6度。外ですよ。外23.6度で、部屋の中が24.7度。もう25度ですよね。で、湿度が60。今ね、ドライかけてるんですけど。ドライかけてます今。湿度があまりにも高すぎて、だって80でしょ。で、部屋70でしょ。どうしようかな。歯磨きして寝るっていうのは簡単なんですけど、まあ、ちょっとパソコン作業やるか、今ちょっと格闘中のこの歯っていう感じ。明日に持っていくってなると、溜まっちゃうもんね。まあ、やりだしたらやるんですよ。こうシュもうパソコンに手を当てたら、もうすぐもうガッと入っちゃうから、集中力があるんですね、パソコン触ると。でも、その今のほら、そのスイッチが入んないから、なんか腹もいっぱいだしな、ちょっと歯磨きして寝ようと思えば寝れんなっていう感じはあるんですけど、で、今日掃除機かけてないんですよね。で、モップがけ、今日ね、なんで掃除機かけてないかっていうと、朝早い時ね、掃除かけれないですよね。うるさいから。朝早い時、6時ぐらいか起きて掃除かけれないじゃん。うるさいじゃん、ガーってさ。それで、帰ってきてやろうと思ったけど、なんかその帰ってきてシャワー浴びて疲れてて、それで、チャタンが、中止になったでしょ。で、横になってパッと見ると、あ、やべ、めっちゃ眠いと思って、あ、でもお腹空いてきたなと思ったけど、あ、ダメだ、ダメだ、お腹空いた。あー、でも無理ーと思って買って寝たんですよね。で、横パッて見たら、ビビがずっとこっち見て、こう、で、舌をやってんですよ。このお腹空いてんですよ。お腹空いてる時って舌出すじゃん、猫って。みんなかどうか知んないけど、キララも出すんですよね。だから、あ、やべ、お腹空いてない、こいつは、ごめんごめんっつって、パッて見に行ってやっぱなかったから。
朝食やるか。でもその前にちょっと洗い物っすね。こいつら片付けないとね。やるか、気合入れて。よし、今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のため、動物のために使ってください。終わりは突然やってきます。ああ、ダメだ、みんな寝てるわ。あ、ビビさん、今日はビビさん、ビビさん、じゃあビビさん、顔見したい。おい、ビビさん、ビビさん、ビビさん、体重測ろうか、今度ね、どれぐらいなってるかね。気になるもんね、ビビさん。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 鼻息が。ビビさんの鼻息。おい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 。ビビさん。おい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 。あんま好きじゃないです、これ。ね。乗りたい？乗りたい？乗りたい？ビビさん。ビビさんすごいね、この中。おお、下ろしてーって。下ろしてーって言ってんの？多分そう。嫌でしょ。嫌なんでしょ？いや？降りる？